前が影長を語るな。養老、日が出てる間にやるには面倒な相手だな。くそ。拘束してる血液が体の中で何百何千回って分岐してやがる。筋肉が引きちぎれて動かせねえ。みんなを殺した奴が目の前にいるのに、また俺は何もできねえ。ちくしょう。けど今は二人の安全が第一。シディ、ヒサを連れて逃げてくれ。こいつは俺が何とかするから。ヒサを連れて逃げてくれ。こいつは俺が何とかするから。こいつは俺が何とかするから。ヒサを連れて逃げてくれ。ヒサを連れて逃げてくれ。そういう自己犠牲みたいなのかっこいいと思ってんの？かっこよくないし、寒いし、周りは迷惑だし、心配するし、私たちのこと頼れ、バカ。シディ、ごめん、危ねえんだけど、頼む。そいつを倒してくれ。そいつは俺の。誰だっていいさ。お前がそう言うなら俺の敵だ。日差しが鬱陶しいな。今回ばかりは手加減ができない。試作品を試すか。この感じ。腕一本か。反動が大きいな。嘘だろ。シディが。シディ、シディ、こいつは吸血鬼だろ。昼は力が落ちてる。なのに日中最強のシディを一撃。なんで、なんでだよ。おかしいだろ。もともと人類は空も飛べなければ山を掘ることもできない種族だ。あらゆる手段を尽くし、あらゆる発想を試し、多くの犠牲を払い、そこまでしてようやく踏み出せる一歩。その一歩の積み重ねが結果、生物の断りすら超越する。それが人間だ。わかるか？これは努力で手に入れた力だ。お前が俺に勝てない理由はたった一つ。努力が足りないからだよ。はあ？影から離れろ！ヒサ、やめろ！なんだ？震えてるのか？うるさい。努力の原動力は心だ。お前は心が弱いから努力ができない。心を強くするためには痛みが必要だ。影、ごめん。やめて。もうやめてください。もう俺から奪わないで。また懇願か。本当に進歩がない。それは懇願じゃない、脅しだ。あっ、ヒサメから手を離せ。まだ立てるのか。それにこの殺気。影千代に頼まれた。人に頼りたがらない。あいつが。その手が動く前にお前の心臓を潰す。アヌビスの本気の一撃にも立ち上がるんだったな。日が出てる今、片腕なしで養老を相手取るのは面倒だな。復活、期待外れだ。ゾンビにされた友が泣いてるぞ。強いからだけじゃない、得体の知れない怖さ。シリー、あの3人がここにいたのは偶然か？とんだ拾い物かもしれないな。ごめん、
私全然。あいつを見た時逃げるべきだった。悪い。侮ってた。どっかで俺ら三人ならどうにかなるって思ってたんだ。思ってたよ。三人なら何でもできるって思ってたよ。私次こそ二人の力になるからさ。キッキッキー、満身創痍じゃの。頼みの綱のシディはこのざま。ヒソコは役立たず、影尾は昇進。こうしてる間もあのガキどもは自ら死にに行く。みんなが不幸になる。最高。カレコレや。チョコくん、よう。そのシディがここに入院してるって大丈夫なのか。何の用だ。それは頼む、ファミリアたちを止めてくれ。え、このままじゃ今夜研究所へ特攻しちまう。そしたら皆殺しにされちゃうよ。仲間を取り返すのに賛成じゃなかったのか。それは前まではそうだったけど、足がこんなになる前、俺はトッププレデターの連中を見つけて戦いを挑んだけど、それで分かった、俺たちが勝てる相手じゃねえ。俺を殺さず足をこんな風にしておもちゃみてえに。とにかくこのままじゃファミリアたちが実験動物にされるか殺されるかしちまう。お前ら強かったじゃん。だからファミリアたちより先に俺の家族を取り返してくれよ。カレコリアなんだろ、依頼するからさ。先ほどはこいつらを襲っておいて今度は助けてくださいって、どこまで都合がいいんじゃ。あの時はお前らが敵の可能性もあったから、それに強いのも知らなかったし。これだから人間は最高じゃな。相手が強い、利用できると知り、自分の状況が悪くなったらすぐに手のひらを返し、媚びへつらう。そして再び裏切る。都合がいいことは分かってるけど、ファミリアは僕らをずっと守ってきてくれたんだ。貧しい生活をして食べるものがない僕らのために一人で一生懸命働いてくれてたけど、それじゃ全然足りなくて、地域の富豪に身を売ったんだ。僕らを食わせていくために。首のタトゥーは富豪に買われた証拠なんだ。村がトッププレデターに襲われて、富豪からは解放されたけど、今度は家族が奪われた。ファミリアは家族のためなら何だってする。死ぬまで戦うんだ。俺はこれ以上ファミリアが傷つくとこを見たくない。今度は同情を引く作戦か。そもそもとしてこいつらは強くない。先ほど貴様の家族を取り戻そうとしてボコボコにされたばっかじゃ。その結果シディがこのざまじゃ。え、そんな奴らにお前の家族を取り戻せると思うか。無理じゃ、無理。勝手に依頼断んな。な、高くつくぜ。え、俺金は。お前一人で払える額じゃねえ。出世払いで仲間全員で稼いでやっと払えるぐらいの額だ。それって大丈夫、今度はちゃんとチョコ君の家族を取り戻せるよ。私も頑張るから。サメさん、ファミリアたちはどんな様子だ。もう数十分もしないうちに研究所に向かいそうなんだ。なんでそんな急に。支援者から今が攻め時って連絡が来たんだよ。誰なのその支援者って。俺も会ったことはないんだけど、金と情報だけはくれる人なんだ。チョコ、お前はなんとかファミリアたちを足止めしてくれ。その間に俺とヒサでチョコの仲間たちを取り返す。うん。ヒサ、悪い、俺さっき嘘ついた。え？本当は今でも思ってるよ。信じてる。三人ならどうにでもなるって。よし、シディに心配かけないように頑張るよ。いって、力強えんだよ。気合い入れてあげたんです。ボティス、シディを頼む。はぁ、なんでわしが。そもそもわしは貴様が死ねばラッキーじゃ。絶対に味方なんてせんぞ。ボティス、シディを頼む。影、知らんわ。わしは人のためになんぞは動かんぞ。動かんからな。絶対に動かんぞ。
一瞬でマンティコを。数値もすごい。これが正規品。ゼクス君、ずいぶんとイライラしてんじゃん。もしかして生理？僕たちは実験動物。不満を感じるゼクスがおかしい。ここは嫌いだ。ゼクス、オバコンがお前を呼んでいる。